ち向いて、真ん中で。上の子の時もランドセルの撮影で来たんで、下の子の前撮りみたいな感じで来ました。今日桜見てどうでした？綺麗だったって思いました。勉強頑張りたいです。今がいい時かなって、うん、ちょっと散りかけて。美味しい美味しい。桜の香りがする、うん、こう桜のトンネルをこう歩いていくのがとっても綺麗ですね。それが魅力です。